海星高校出身、横浜 DeNA ベイスターズの梶谷孝之です。島根県代表を応援してます。ありがとう甲子園。高校球児頑張れ。こう、まあ、甲子園に、行くために必死になって、まあ、今野球一色の3年間だったなと思ってますね。僕たちは結構和気あいあいとした、メニューも自分たちで決めますし、自分たちのやりたい練習を結構厳しい、その自分たちの中では厳しくして、ただ楽しくやってましたね。まあ、3年生 の、 あのキャプテンとかが集まってみんなで今日何するっていう感じでやってましたし、ランニングも禁止でしたし僕ら。あ、そうなんですか。はい、体重が減るのでランニングするなっていうあ、まあ、あまり高校野球ない、まあ、ピッチャーだけ走るっていう感じ、野手はもうウエイトばっかりって感じでした。オフというか 冬場の、まあ、ほとんどの高校は走り込みっていうんですけど、僕らは走り込みなかったので、まあ、スクワットかなと、あれだけはもうやりたくないなと、はい、考えながら練習をしてたなっていうのは、まあ、やらされるではないですけど、自分で考えてどうやったら上手くなるんだろうっていうのを思いながら毎日やったことが一番いい方向にいってるんじゃないかなと。まあ、最初のね、4回は出れなくて、まあ、出るだろうと思ってずっと、まあ、入学してきたので、まあ、焦りもあり、でもようやく最後に行けて、まあ、あの時のやっぱああいう気持ちっていうのは今でも一番嬉しいんじゃないかなと思うぐらい、はい、思い出ですね。もうやっと立てた。そうですね、まあ、安心感と、まあ、とにかく嬉しかったのを覚えてますね。広陵の上本さん、阪神に今おられる上本さんにずっと憧れてて、もうかっこいいなと思ってずっと見てましたね。まあ、僕が言えるのは、まあ、家に帰ったらバットを振れとっていう、まあ、継続をしたことが僕は今があると思うので、まあ、みんなが見てないところでね、目標を持って一生懸命陰で頑張ってる、陰で頑張ることが僕はすごい成果が出ることだと思ってるので、まあ、人に流されず自分の意思を貫いてやってほしいなと思います。高校野球は僕らの原点です。